夏の暑い日、あなたはビーチで海水浴を楽しんでいました。照りつける太陽、寄せては返す波の音、はしゃぐ周囲の人たち。しかし、その平和な光景を一変させる出来事が起こってしまいます。巨大地震の発生です。地響きとともに地面が大きく揺れ、周囲はパニックに陥ります。恐怖に包まれた数分後、あなたはやっと地震から解放されます。ようやく一息ついたと思いきや、まだ地震の脅威は過ぎ去っていません。大きな地震の後には津波が発生する可能性があるのですから。津波の恐ろしさと破壊力は日本人であれば誰もが知るところでしょう。一方で、この状況に対処するためには何をすればいいかは分かっていますか？今回のバイエンスでは、津波警報が発令された後どのように行動すればいいか、3つのシナリオに分けて解説していきます。今回は津波の襲来から生還する方法についてご紹介したいと思います。まず大前提、あなたに戸惑っている暇などありません。すぐさま行動を開始しなければなりません。仮に南海トラフで巨大地震が発生した場合、太平洋沿岸の多くの地域で10分以内に津波が到達するためです。内閣府の予想では、徳島県で最短7分、高知県で最短5分、和歌山県で最短3分、静岡県に至っては最短2分で高さ1メートル以上の津波が押し寄せる可能性があります。南海トラフほどの巨大地震となると、他の地域も無関係ではいられません。湾に面している大阪でおよそ1時間、東京で3時間という予想もありますし、太平洋から離れた福岡県や長崎県でさえ数時間後に1メートル級の津波に襲われる可能性があるからです。実際、2004年のスマトラ島沖地震では最短15分、2011年の東日本大震災では最短2分で津波が到達しており、決してありえない数字ではないでしょう。これらの地震では、逃げ遅れたことで命を落とした人も大勢いることは皆様もご存知でしょう。津波の情報を得て、いかに迅速に行動を開始できるかが、これから紹介するシナリオの対処法を実行する上で最も重要なこととなります。津波てんでんこという言葉を聞いたことがあるでしょうか？津波が起きた時には、てんこや安否確認よりもまずは避難せよという合言葉です。そして、すぐに避難のための行動を取るためには、全員がやるべきことを事前に把握しておく必要があります。いや、そこの人間さんよ、ビビってる暇はねえ。避難を開始する。ステップ1、あなたが屋外にいた場合、これに対する対処法は、とにかく海岸から離れて高台に移動することです。地震が発生した後は海岸から直ちに離れることが必要です。間違っても海を見に行ってはいけません。海岸付近では津波の速度は目安として時速 30km から 50km、 100m およそ10秒の速度で襲いかかってきます。あなたは 100m 9秒台で走り続けられますか？無理ですよね。つまり、走ってあなたが逃げ切れることはほぼ不可能。津波を見てから避難というのも言語道断です。また津波は震源から離れた位置にも襲いかかることが知られているため、揺れがないからといって避難しないというのは大きな過ちです。1960年に南米のチリで巨大地震が発生した時は、22時間半後に遠く離れた日本に津波が襲来し、その高さはなんと最大8メートル。さらに、津波の直前には海が引くということはよく知られていますが、海が引かなかったからといって津波が起こらないとも限りません。実際、2004年のスマトラ島沖地震では、海が引いたことにより取り残された魚を取っていた人が津波に流されましたが、特に海が引かなかったのに津波が押し寄せたという事例もあります。海の状態から津波の有無を判断するのはやめた方がいいでしょう。そして、海岸から離れるだけでは不十分です。津波は波というより水の壁が襲ってくるようなイメージが近いです。そのため、海岸から多少内陸に移動したところで状況はあまり改善しません。かといって、津波から逃げ切るために自動車での避難も考えているそこのあなた、渋滞や事故の確率を考えると推奨されていない場合が多い手段です。東日本大震災では、踏切の遮断機が降りたままになることや、路面の崩壊などにより多くの車が立ち往生、さらに
車は60センチの浸水でエンジンが動かなくなってしまうというデータがあります。やむを得ない場合以外は車で避難するのは避けた方が無難でしょう。なお、車を置いて避難する場合、扉をロックせずエンジンキーを挿したまま避難することが推奨されています。車が救急車両の妨げになった時、あなたがいなくとも移動できるようにしておくためです。そのため横に避難するのではなく、縦に上に避難することが求められます。つまり少しでも標高が高い場所に移動するということです。これに関しては各自治体が発表している避難所の位置やハザードマップを参照することや避難訓練などに参加することで避難経路を確認しておくといいでしょう。避難経路が事前にわからないときは標識である程度把握することは可能です。例えば津波注意の標識や標高を示す標識を参考に避難方針を決めることも有効です。川のそばなどは海岸から離れていても津波が押し寄せる可能性があることも知っておくと、いざという時に役に立つかもしれません。避難する時のために事前に非常持ち出し袋を用意しておくといいでしょう。その中身の候補は飲料水、非常食、給水袋、免許証などのコピー、携帯ラジオ、持病の薬、充電器、携帯トイレなど。防災セットで検索すれば通販サイトで簡単に購入できるため、まずは一つ揃えてみるといいでしょう。ステップ2、あなたが建物の中にいる場合、すぐに高層階に移動してください。海岸近くでは津波避難ビルに指定されている場合があり、もしそれを見つけることができればそこに避難するのもいいでしょう。しっかりとした高層ビルの高層階に避難していれば、よほどのことがない場合は津波から生き延びることができるはずです。とはいえ、場合によっては2階部分に避難するだけでは不十分なこともあります。事実、東日本大震災では想定以上の津波が押し寄せたため、避難所に指定された建物の2階部分に避難していた人でも津波にさらわれ生死の境をさまよっています。一方で、高層階に移動するからといってエレベーターに乗るのはやめておきましょう。地震発生直後は余震が発生しやすい状況が続いているため、最悪の場合エレベーターで登っている最中に地震が直撃し中に閉じ込められる可能性があります。過去を振り返ると大地震のたびにエレベーターに閉じ込められる事故は発生しており、2005年に千葉県で発生した地震では閉じ込められたことが発覚するまでに85分、救出されるまでに185分かかったという事例があります。またこれは建物に避難する場合に限りませんが、一度津波が引いたからといって油断は禁物です。以前のバイエンスでも紹介しましたが、東日本大震災の時、少し離れた釧路市では地震発生から1時間も経たないうちに2メートルを超える津波が押し寄せています。さらに最大の津波が襲来したのは地震発生からおよそ9時間後。津波は数時間単位で寄せては返すことがあり、第一波が最大とも限りません。このように建物の中で津波をやり過ごしたからといってすぐに警戒を解くのは過ち、津波警報が解除されるまで避難は続けるべきです。ステップ3、高台に避難する時間がなく、なおかつ高い建物が周囲にない場合、この絶望的な状況において生存率を上げるためには何をすればいいのか。それはとにかく木の上など高い場所に登り、そこにしがみつき続けることが重要です。津波の脅威に対してはあまりにも心もとないと思うかもしれませんが、実際にこれが生死を分けたという実例があります。津波がすでに迫ってきている場合、徒歩で逃げるのは現実的ではないと紹介しましたが、泳いでやり過ごすというのも期待はできないからです。マネキンを使ったある研究によると、適切な浮力を持つライフジャケットを装着していたとしても、津波と地形が織りなす複雑な水の流れの中では場合によっては人が全く浮かばなくなることがあるようです。このような状態になったら歴史は免れないでしょう。これを避けるためにも、とにかく高い場所にしがみつくというのは有効な対策です。また津波の高さの情報に踊らされてはいけません。津波は海岸線での標高の数倍にまで到達することがあるのはもちろんですが、1メートル以下の津波でも場合によっては致命傷になり得ます。通常の波とはまるで異なるという意味で津波という別の名称が付けられている側面もあります。1メートルの津波と聞くと
何とか対処できると思うかもしれませんが、実際には津波によって1メートル浸水したら死亡率はほぼ 100%、 つまりほとんど助からないとされています。30センチメートルから50センチメートルでも車やコンテナが浮き始めるため、重さ数トンにもなる巨大な物体が時速数十キロメートルで衝突してくる可能性があると聞くと、危険性が理解しやすいのではないでしょうか。また1メートルというのもただの目安に過ぎず、体格などによっては危険性はまるで異なるということは認識しておく必要があります。体格や性別、年齢などと津波による死傷率を調査した研究によると、大きな津波では老若男女問わずほとんど命を落とす結果になっていますが、津波の高さが低くなるにつれ体格による差が如実に現れるようになっており、例えば大人であれば死傷率がほぼゼロになるような津波においても、身長138センチメートルの10歳児では 10% 以上の死傷率が残ることがあるようです。筋力や地形の影響など他に考慮すべき事象は多くあるため、過信せず適切な避難が必要でしょう。これまでご紹介した通り、津波に対する対処法はできる限り高く、そして海から遠い場所に避難する。屋内にいる場合は高い建物の屋上に避難する。どれもできない場合は高い木の上に登るということになります。津波は震源が遠かったとしても襲いかかる場合もあり、逃げることは現実的ではありません。数時間おきに何回か押し寄せることもあり、低い津波でも油断は禁物。地震大国と呼ばれる日本において、この程度は覚えておいて損はないかもしれません。次の巨大地震はまさに明日にでも起きるのかもしれないのですから。今回のバイエンスはここまで。お疲れ様でした。